はいどうも、毎度おなじみゆうご .tv でーす。昨日はですね、ちょっと銚子市営体育館で新日本プロレスがプロレスをしに来ていたので、初プロレス観戦をしに行ってまいりました。昔からね、テレビとかでよく見てたりしてたりして、ちょっとプロレスラーに憧れたりとかもしてましたね。ちょっとその関係で昨日はゆうご .tv 放送できませんでしたが、今日早速やっていきたいと思います。今日のお題はですね、恋愛には人を若返らせる効果がある、こちらを今から読んでいきます。恋愛は人生の花です。恋愛ほど生きている喜びを感じることはありません。恋愛をしている人も全て若い人たちと言えるでしょう。恋愛では年齢制限がありません。相手が好きでお付き合いをしている時の心の高揚感は10代に限ったことではありません。20代、30代でも感じることができます。医学界ではこんな発表があります。認知症の年配者が恋愛をしたところ認知症が改善した。恋愛には脳のいろいろな部分を刺激する要素が含まれていて、脳が活性化されるのこと。人を好きになることは人間性の最も軸になる部分なのかもしれません。恋愛はいろいろな要素がたくさん含まれています。肌の触れ合い、会話、心の高揚感などです。恋愛をしているうちはまだまだ花です。恋愛には人を若返らせる力があります。今日の格言、恋愛をして脳の若々しさを維持する。なるへそね。恋してねえな、しかし。もう、8年、9年、9年してない。来月で俺29。20歳ぐらいから恋してないな。やばいな。やばいのかどうかわかんない。なんか全然恋愛する気になくなってしまったという。なんでしょうね。でも最近なんかそろそろなんか彼女作りたいなーっていう気持ちも出てきましたね。ちょっと20代前半遊びすぎたのかな。遊びすぎたって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、恋しない彼女がもう8年いない。全国に彼女が欲しい。そんなこと言ってるからいつまで経ってもできないんでしょうね。そもそも彼女っていうなんかくくりがあるから、浮気したらお互いというか向こうも傷つくし、だから最初からもう彼女っていうくくりを作らなければいいんじゃないかなっていう考えがあるんですけどね。そうすれば、それかもう浮気するよって最初からもう言っちゃう。そんなこと言ったら絶対付き合ってくれないと思うけど、どうなのかね。一人の相手を一生愛していけるのか。愛しているけど他の女性も気になる、絶対あると思う。それ男にもかかわらず女にも絶対あると思う。だからちょっと恋愛観っていうのをなんか変えたいね。全国全世界中に彼女がいたらそれ最高だと思う。理想、夢、実現するかわからない夢、妄想ですね。一生こんな妄想しないで現実を見て早く彼女を作れと、いろんな方が言われます。はい、頑張ります。ありがとう。いい薬です。よくわからないということで、本日はこの辺で、ドロン！